ようやく外にある魔力も活用できるようになった。もうトランス状態になることもない。今度はいよいよ、まずは隠蔽の回で魔力を悟られないようにして、カズクラニ、静まる夜市、バンダイカ、片白ワニバ、サンクアレゴシ。大丈夫、魔力ならいくらでもある。さあ、結果を見せてくれ。これが魔力の物質か。ちゃんと動きに沿ってる。ここからブリッドを撃てば、よし、外に出した魔力を使うことに成功。これ効率がいい。続いて表面の強度は、へえ、全然痛くない。このぐらい強度があれば、女神にしろ竜殺しにしろ大怪我を負うことなく戦えるはずだ。初めてだな。これは意識を集中集中集中。魔力の物質か。極めて高密度の魔力体。魔力体か、いいね、その名前。これが魔術の威力も上げてくれて、強靭な鎧にもなる魔力体だ。えっと